今日のこの絆という大きなテーマとですね、で自分自身のまあこの光らせる人が光っているっていうですね、これはもう僕のまあ、えー、僕すぐ誰にでも弟子入りしてしまうところがありまして、うん、あの。 師匠やなと思っている人何人かいるんですけどそ,れその中であの僕の地元の伊勢の方にですね、えー、中山先生っていう人いらっしゃるんですけどこの方のお言葉が僕すごい好きでですねあのこの間もお正月早々ちょっといただいたお言葉で「日、えと、ー、皆の奥に輝く光あり出会いを通して照らし照らされ」っていう言葉をいただいたんですね。 えー、人皆それぞれにこの奥に、えー、輝く光があると。だけど出会いをやっぱり通してですねお互いがこう照らし照らされ合いながらなんか中にある本物もの自分がこう出てくるようなですねでそういう楽しみが僕はなんか出会いかなというふうに、あのー、自分で思ってるんですけど。その、うん 出会いからこう絆を作っていくに至るまでみたいなのをですねあの僕流にちょっとう思うことをですね今日はちょっと話させてもらおうかなと思ってるんですけどあの僕はあのご存知の方も多いかもしれませんけど、えー、ご紹介いただいたようにもともとはですねあの 夢も何も何なくですね三重県のすごい山奥の田舎からほんま田舎も丸出しで東京出てきましてですねで最初はこう日雇い妊婦で、えー、土木作業員のアルバイトやりつつあのドーナツチェーン店でですねこの顔で似合わない帽子かぶりながらあの似合わない制服を着てですねなんかこちらでお召し上がりですかお持ち帰りですかみたいなですねなんかフレンチクルーラーがお一つとかそんなん言いながらですねあのただ。 ご飯食べて生きていかなあかんから働いてたっていうような気持ちで仕事をしてたんですけどもですけどまあその東京でまもなくですね僕の人生がもう頭の中身が180度変わってしまうような師匠にまあ巡り合うんですあの焼き鳥屋でたまたまなんですけどもだけどその師匠から教わったまあ4つの鉄板ルールっていうのがですねこのあと僕の人生を本当に面白いぐらいにこう変えていってくれたこれはもう 一言で言うとまさに今日のテーマでですねどんだけ人輝かせられるかっていうことっちゃうかなと自分なりにあの振り返ってみるとそう思うんでですねあの僕はまあそれで結局その師匠と出会うてから、えー、この師匠の八百屋の行商をやってらっしゃる一度、まあ、授業をなさっててこう,う ダメになった方がですねこう八百屋の行商で復活を遂げている途中に巡り合いましてですねでその後一緒に新食ともにしながらこの後まあ飲食店の方に展開を変えていってでですねで都内でまあ5店舗ぐらい出した辺たりであの僕は独立をさせていただいてでですねでそこからまあ三重県へ帰ってで最初ちっちゃなお店からやがてまあ26ぐらいの26の時に。 えー、2億3000万という多額の借金を抱えてですねあのブライダルのできるレストランっていうのをこう作っていくんですけどもですけど気がついたらですね僕、自分は飲食店やりたかったわけでもなかったですしブライダルやりたいなんて考えたこともなかったですしまさかそのやがて30ぐらいの頃に、えー、公園というのをこう人から頼まれてですねでそれをこうやっていくうちに。 なんか僕今まで多分何千回と人前でこう話してきたんですけどもあんまりこう手抜きをしたことがなくてですねあの毎日やっぱりこう初めて巡り合う人がここにいらっしゃってで僕がやっぱあの18の焼き鳥屋でですね 初めて巡り合った人と隣同士喋ったあの時のたった2時間で僕はもう体中のスイッチがオンになってしまいましてですねもうあの日のあの日のあの時のことが今も頭から離れないんですねでこのまあ42歳になりましてえこの24年間あの日入れられたスイッチが1日も消えたことがないなと思うんでですねある意味では初めてえお出会いさせていただく方になんか ちっちゃなスイッチかもしれないんですけどちょこっとこう,う元気になっていただけたらなというような思いでこう話し出すとですねもうなんか乗りまくってくるんでですね今日もあの乗りまくってしまうかもしれないんですけど。あの あまりこう引いていかないようにしてくださいね。でですね。あの僕ちょいちょいこう。笑い入れながら話したいタイプなんでですね。あのあまりそのようにこう穴空くように見つめられるとですね。あの、緊張もしますので、もし根がわくばあの笑うところがあったらちょっと笑っていただけるとですね助かるかなとで。それもまたあの。うん ちょっと大して面白くなかったとしてもちょっと気使って笑ってくれるとかですねしていただけると持ちつ持たれつ感も出てきたりとかですねで、まあ、お仕事している中で、ね、お客さんが目の前にいてしょうもない冗談言うててもねちょっと愛想笑いしたらなあかんかなとかっていう時も皆さんも多々あるかと思うんでです、ね、あので愛想笑いをなるべく多めにしていただきながらあの同じ限られた時間ですけど楽しく過ごせる方がいいかなと思うんでですねお付き合い願いたいなと思うんですけどだけど。 気づいたらねレストラン経営しててブライダルをだけど僕はもうとにかくお客さんを喜ばせ喜ばせたくてですねで、えー、なんていうかこう結婚式の仕事っていうのももう16年やってきてるんですけどあのなんて言いますかねレストランでやると お金がないからレストランでやるのかなとかですねあのそんな風に思いながらゲストで招かれた方々お越しいただくんですけどほらもう帰られるとき絶対このお客さんたちみんなもう笑って腹痛くなるぐらい笑かしてですねで帰られるときにはもう涙でぐずぐずになって帰っていただきたいなとかですねそ,れそんなことをこう思って新郎新婦とすごいたくさん打ち合わせをこう重ねます。そして、えー、帰られるお客さんが こう喋ららずにいれれなくなくってくださればですねあの予測上回るもん目の当たりにした時って人間頼まれてもらうのに喋りまくってしまうっていうことあると思うんですあなんか期待して,してないのに映画見に行ってですねなんか暇つぶしで見に行った映画がやたら面白かったりした時こう喋りまくるってありませんかね皆さんにもねでそういうふうにこんな結婚式見たことがないこんなおもろい結婚式出たことないっていうふうにですね、えー、お客さんの 予測上回れたときになんかいらっしゃる数十名の皆さん方がノーギャラで営業マンになってくれるというです、ね、でこれがまあ一番シンプルな商売の方法かなと思ってです、ね、あの気付いたらブライダルやっててです、ね、だ気付いたら頼まれるうちに公演やるようになってです、ね、だ手抜きせんと頑張ってたらいつの間にか口コミ口コミでこう広がっていってです、ね、で気付いたら年間まあ300ぐらいあちこち飛び回りでそしたら 本を書けっていう話がこう,本を書こうという話が出てきてですねで僕、昔そんな読書感想文すら書いたことのない人間でですねあの宿題出されると大体こう著者の後書き言うを丸写しして大体提出して先生にどつかれるというこのパターンを繰り返してた人間が、まあ、本を書いたらこれがまた思いのほか売れましてですねまた講演の数増えてきてですねあれあれと思ってるうちにやっぱり。 ちょっとは僕も昔世の中で迷惑ばっかかけてた方なんでですね学生の頃謹慎処分とかばっかくらってましたしなんかちょっとこう還元せなあかんな思ってでですねで自分も若い時夢も目標もなかったのに1人の大人にスイッチ入れられてこんなにも変われたってそう思ってるからですね今度逆にその 師匠に恩返しをするというよりは師匠からいただいた恩をですねこう恩送りするっていうんですかねなんか自分の後輩になんかちょびっとスイッチ入れてやれるようなことが僕にできたらなというふうに思ったらあのすごい引きこもっていらっしゃったりとかですねなんかあるとついこう手首をお切りになったりとかですねリストカットとかされるような若い人とかがたくさん今いらっしゃるそうなんでですね これはいかんなと思ってですねで彼らのなんか元気になんかなってやりたいなと思って考えているうちにもう一つた,たまたまその頃僕こ僕心配なことがありましてですねあの日本のこう食料問題とかですねあの今、まあえー、日本の農業を支えている方々の70%は高齢者の方々なんて言われてますからじゃあ15年、20年先に日本の農業どんなうになっていくのかなと思って。ですね 15年、20年先に農業をどんどんどん衰退して自給率どんどんどどんん下がっていってだけど後進国とかって言われてるような国々で農業をやっていただいてそれを輸入してって言ったってその頃原油のコストだいぶ上がってるやろうなとか輸入コストずいぶん上がって中国やインドや諸外国がどんどん景気が良くなってほんまに日本に回ってくるのかなとかですね。 だけど僕一人動くのはビビたるもんかもしれないけどでも、まあ、決して無力ではないかなと思ってですねで、えー、だけどどうせやるんだったら全国にわって知らしめて、ね、知っていただけたりする方がいいかなと思ってそれで僕実は2つの問題点を結びつけるっていうプロジェクトをちょっと考えましてですねこれは引きこもりさんたちいわゆる社会問題と言われている、ね、今時の若者は何やってんだとかっていう風にですねマスコミなんかでもよく取り上げられるこの あまりお仕事をななささらない若者さんたちそれとこれトライうによってはですね3年も5年もずっとお家の中にずっとこうじっとしていらっしゃってですね体力をずっと温存して見えた。 方々ですよねで用意ドンでいったら今までもうバンバンに充電できてるから爆発すんちゃうかなとかですねで考えようによっては彼らはすごく人間が苦手だったりするんですけども人間が苦手っていう短所ばかり見つめるんじゃなく人間,の人間が苦手な人は大概ね植物とか動物得意だったりするんですよね。なんでそこをうまいこと生かしてやれんかなと思った時この問題児と言われる彼らがですね日本の抱える食料問題を なんかね、どうにかするための礎を作るプロジェクト問題児がこう問題を解決しようとするんですよもうう回言いましょうかねあの問題児が問題を解決すると世の中から問題が2ついっぺんになくなりますよね。 これはバッチリやなと思ってですね、でまあ、引きこもりさん、もう6年ぐらい経つんですけど、引きこもりさん集めて北海道で農業ってですねこうやりだしたら、これが意外や意外、みんなの中にこうスイッチが入り始めて、ですねでど,んど,んどんどん農地も広くなってきたんでもうそろそろ NHK さんとか来てくれるかな思ってるんですよね。そそしたらその時に 全国放送でですね何度も何度もその彼らが輝いて、えー、それこそ20年、30年、50年100年先の日本のためにこの大地を耕しているんです命のバトンをちゃんとつなげていかなあかんからみたいなのことをですね過去にいろいろ自分を責めててねリストカットしてて手首まで長袖着て隠しながら生きてたような彼らがですねいや、僕は。 こんな昔自分を責めてたおかげで今はこんなことがやれるようになったんやとかねああこんな苦しいことたくさん若い時あったおかげで今はなんか人に光らせられるような人に元気与えられるような仕事がしたくて僕はあえて農業やってるんだっていうようなことをですね笑いながら全国放送のカメラの前なんかで話した時ですねなんか全国でこうちょっとくすぶってるみんながですねあ こんんなな居場所の作り方もあるんかなってでそんな彼らがなんかすごいこう勇気を持てるようなそんなことできたらなと思ってですねでまあ「高安日本」っていう名前で農業をやってたりですねこれももう基準は何か彼らを光らせたいってすごい思ってやったんです。ででまあ、公園の数が増えるに従って 不思議なことにいろんな企業さんに呼ばれたりこう経営者の集まられる勉強会とかに呼ばれたりいろいろする中で僕は不思議とかの学校にやたら呼んでいただくようになりましてでこれも何の巡り合わせか分かんないですけど中学高校とかに呼んでいただくとですねあまり僕はあの偏差値の非常に高い学校からはあんまり呼ばれないんですね。っていうのもあの偏差値の非常に高いい大学を目指したりとかってする人たちが。 ねえたくさんいらっしゃる学校なんかに僕みたいなこうすごい何て言うんですかこう遠回りしてきた人間の話はあんまり聞かさない方がいいと思うんですなんか八百屋の行商やって何やらやって迷うて迷うて迷うてしながら今にたどり着いたみたいな生き方を彼らは決してしたくないと思うんでですねあの進学校とあの伺うとあんま僕行かない方がいいと思うんでって言ってむしろ行ってあげたいなと思うのはですね この進学校と真逆の学校っていうんですか。あの いわゆる分かりやすく言うと偏差値がとても低いというんですかねあの勉強する気がほとんどありませんという方々でこの集団を形成して見えるそういう学校ですね、えー、いろんなベクトルがちょっと狂っている学校っていうかですねあの壇上に上がった瞬間に、えー、この間も50枚ぐらいスリッパがブーメランのように飛んできてですねおーって避けるところからスタートするみたいなですねもう目の前で女の子らがおーって言いながらパンツ見せてくるとかですねもういろんなことをしてくる学校に行かさせていただくことが多いんですけど。 だけど、数学に行くと先生方も非常に疲れて見えてですねもうあれこれ言うて下手なことするならもう何も言わずにね問題さえ起こさず出てってもらったらいいんだみたいなですねもう生徒の前に先生が不登校になってるみたいな現状も今ありますしだけど僕は先生はやっぱりヒーローであってほしいなって。 なんか子どもたちがワクワクするようなヒーローでいてほしいからですねもしかしたら親よりも長いことを接している時間、ね、長いことを接しているかもしれない大人が疲れているよりもですねやっぱりすごい輝いていてほしいなと思ってで今の教育はこういうのがあかんのやとかね今のやり方がこうやからだなんやとかってとかくこういろんなものを見ているとですねこう批判から話が始まること多いんですよね。 ここここれれががだだだかかららううなっったてでもあの僕坂本龍馬が好きでですねあの五十袖山で NHK でもやってらっしゃったあの龍馬伝というあれを毎週見て毎週マニアックなとこで泣いてたんですけどあの物語の中でも非常にこう心に残るセリフの一つに。 あの憎しみからは何も生まれんぜよっていう言葉がありましたあの確かに人の悪いとこをつついててなんか生まれてくるもんなんかあれへんやろなそれで僕はですねこんな時代でもすっごい輝いてる先生全国にいっぱいいるんですよねでそんなすっごい輝いて授業やって学校運営やってらっしゃるそんな先生方をこう 壇上でですねもう僕はたまりませんわ教師が大好きで言うてほんまこの仕事選んでよかったみたいに光り輝いてる先生方が次から次へと壇上でこう話してですねでそちらのお客さんの席の方側にはどちらかというとちょっと疲れてる先生方をですねこうお座りい,いただいてでもまあ疲れてる先生いうのはあんまりこういう会場にお越しになかなかなられないんでですね本当に聞かせたい人とかってあんまりこういうとこ来ないじゃないですかあの保護者の集まりとかでも大体そうです。 やる気のある人しか来なくてほんま聞かしたい人はだいたい家に出てこないっていうパターンなんでその疲れてる先生をどうやって会場にいっぱい来ていただこうかなと思った時には PTA 連合会の皆さんに動いていただいてですねで、えー、PTA の人から言われると意外にちょっと弱気の先生弱いんでですね それも立て続けに何人かの保護者から言われるといかねばしょうがないという雰囲気になってしまうそれをうまくう使わせていただいてですねそれで、えー、PTA の皆さんにあの、ね、子どもさん預けている学校に疲れている,る先生いませんか言うたらおる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 言うからですねでその人、一本釣り方式でちょっと連れてきていただけませんかみたいなそんな感じで1回、2回、3回と、えー、憧れ先生プロジェクトってやってきたらですね 先生同士が今どんどんつながりを作ってですね、あのー、1回目300人ぐらいの先生がお集まりいただけて2回目にはもう800名ぐらいの方がお集まりいただいて、えー、ついこの間3回目あった時1650名の会場が満席になりましてですね日本中から先生たちがその批判し合うんじゃないどこ目指して教師したいかってそんなことをこう 核になりたい自分らがその都道府県で僕らが今度周りの先生元気にする立場になっていきたいっていうような熱い先生たちがぶわー集まっていただけたおかげでこれからまあ今現在でも本当にこの間勘定してみたらこれから「憧れ先生プロジェクト」ってやる都道府県がですね今のところ決定しているのでもう9カ所か10カ所やらせてもらうことになったんでなんかこう否定の中から何かをじゃなくてですねこう 輝かせ合う磨き合うでそこで何か絆作っていくところからこんな風になれたらいいよねっていうなんか大きな流れ作りたいなそんな風に思って今活動している人間なんですですけど振り返ったらそんなね先生僕高校行ってる時ほんまに謹慎処分や無期定額処分ばっか食らってて担任の先生にここの膝の上でなな泣かれたこともあるんです僕。 もう頼むから来ないでくれって言われてですねお前が学校来ると迷惑なんやってその頃言われてたんですで自主退学願いの用紙がしょっちゅう机の上に置かれててですねもう僕の名前はちゃんと記入されててですねあと細かいとこちょちょちょっと書いたらもう朝から来なくていい状態で準備万端先生方が整えてくれてたそんな学生時代だったくせにですね 時が流れると不思議ですよね昔来ないでくれと言われてた学校に頼むから喋りに来てくれって言われるようになりましてです、ね、で生徒たちの前で話したり先生向けの勉強会させてもったりとかですねなんか時の流れは不思議やなと思いながらですねやってるんですけどだけどどれ一つとってもやりたいと思ってやったものは何もないんです。人との つながりとか結びつきの中で僕気ぃ付いたら役割与えられる人生を生きてきたような気がするんですおかげで夢がなかったもんですからですね僕はこう着地点が全然分かんなかったんですよねモヤ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 しててでほんま自分どれなのかなと思ってたんですけどだけどこの めぐりう人を喜ばせていくうちにお前じゃなきゃお前ならできるとかねあんたやったら大丈夫やとかって言われるうちに気づいたら人から与えられたものでもういっぱいいっぱいになってるぐらいにあれこれあれこれと役割を頂戴して気が付いたらあ夢がなかったおかげでいろんな面白いことにたどり着けたなと思ってるんでですねなんか学生さんにもあんまり夢夢言うてね あんまり夢夢言うてあんまり決めんでもええで言うてね僕はこう教えるんですけど、まあ、人生を変えた4つの鉄板ルールっていう師匠から学んだここの部分はですねちょっと僕の自己紹介みたいなもんなんでちょっと話させてもらうとこれも簡単なんですもう小学生でも今日からできるような超簡単なことでとにかく夢のないお前はね人を喜ばせろっていうことを師匠に徹底的に言われましてで1つ目はまあ返事は0.2秒。 2つ目に頼まれ事は試され事3つ目できない理由を言うな4つ目今できることを探してとにかく動けっていうことを言われましたでこんなことはまあ簡単なことなんですけどでも一つ一つが意外や意外非常に難しくてですね返事は0.2秒というのはなんか、あのー、体育会系のまさにノリなんですけど、あのー、人が、ね「中村君こんなしてあんなして」してって言ってきた時にね「はいはい!」って返事せえ。 要件聞かかへんんうちら返事せえって言われたんです普通の人の返事は要件を聞いて得か損か考えてから返事すんねんあいうてでそれやったらね人の心はつかめんって言われたんですで少々そんなことか少々面倒くさいことか知らんけれどもあなたのためやったら僕は引き受けますという覚悟をねハート・イーの二言で相手に伝えれるってこういうんですよね ね、それがしんどいことかもしれんけどあなたのためならやりますよ言うてね「はいはい」って返事してみて人はびっくりするぞと。 お前、要件も分かってんうちから返事してんのかいって言われる。してね、だっていや、あなたのためならやりますよ、言てこうやって言うとね、この子なんや、要件聞いてへん、うちから僕、一発でハート E の二言発音するだけでしたから、難しいね方程式とかんでもええし、ややこしい長い英語の文章は訳せんで、ただハート E 言うたえだけで人の懐へ飛び込んでいけて可愛がってもらえた。そして言われた要件は 2、ね、つ目の「頼まれ事は試され事」ですよね「ああ頼まれるいうことは試されてるんやって」だけど僕は18年間ずっと「頼まれる」っていうことは面倒くさいことだと思ってましたから先生から1つ何か言われりゃ「なんで俺やねん」言うてね「ほのやつおるやん」っていつも言うてた人間がですね師匠に徹底的にすり込まれました「あこれは試されてるな」と思ってですねで師匠はよう言うたんです「お前にできないことは人は頼んでこないから心配すんな」よって。 必ずお前にできることしか人は言うてけえへんからね何にも迷わずコンマ2秒で引き受けろってこうやって言われたんですよねそして引き受けた瞬間じゃああなたの予測上回ることやってみようかねじゃああなたが思ってる以上のことやって喜ばせて死んでましょうってこう思いながら仕事すると意外やワクワクするんですよね。 なんかやらなあかん思いながらぶつぶつ文句言いながらやらなあかん仕事してると人間それ積み重ねるとろくなことないですよこう病気になったりいろいろしますだけどねどうせやるなら喜ばしたろうど。こうやって言うとなんかですね言葉で説明するとなんか理屈めいてちょっとあんまり伝わらんかもしれんのですけど、まあ、学生さん高校生や中学生のみんなには僕すごいこう映像でそういうのをこう伝えて差し上げたくて。で 現在でもみんなの中になんかそういう返事は0.2秒頼まれ事は試され事ってできる心はもう今あんねんっていうことをよう言うんですでねちょっと想像してみてやー言うてよう高校生に言うんですよね例えばえ男性バージョンからいこうか言うてですね男の子ちょっと想像してってクラスの中とかに好きな子おれへんって好きな女の子よってで隣のクラスでもかめへんけど好きな女の子おってねでね ななかなかこう喋るにもよう喋りきらん緊張してもってだたけどある時ね放課後教室で気ぃ付いたら二人きりになってたその状況をイメージしてよって二人きりになってあら気ぃ付いたら今二人きりやんって思った時にねもうバク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 クしてんねんなってだからそこへ向いて彼女の方からちょっとこう近づいてきてねなんかちょっともじもじしながらねあの中村君をょっと私、中村君にちょっと頼みたいことあって。 って仮に大好きな彼女が言うてきた瞬間、男性陣どう頼みたいことあるんだけどって言われた瞬間、心の中でイエースって叫んでないかなってはい、言う前から心がピーン反応してへんって言うて、そしてね、はもう、はい、思った瞬間、彼女にね、はよ言え、はよ言え、思えへんって、俺に頼み事なんやねんって、はよ言え、はよ言え,よ言えって、そしてね、聞いた瞬間、もう心が反応してへんかな。 君ののっててるることとややたるから見ときやーって君が想像してる以上のことやって絶対喜ばしたろほんで僕の方振り向いてもらおうってその時ね考える余裕なんかないやろって自然で返事0.2秒自然に頼まれたこと試されてる思いながらここが反応すると思えへんってじゃあ逆に女の子バージョン行こうかー言うてね女の子想像してやー言うてあんなこの女の子バージョンの方は その好きなな男の子がいてなお付き合いが始まったばっかしでまだろくにデートとかもしてないそんな時に彼がね「今度の日曜日ちょっと」 デート行こうぜっつっつてね彼氏の方から誘われたら女の子、うわ、来た、デートや、これどうすんのみたいに思ったとき彼氏言うわけよって今度の週末日曜日さあそこの山へちょっとおいピクニック行こうやっ,つって彼が言うんです、まあ、今時ピクニックなんか行く人あんまおれへんと思うんですけどね、まあ、ピクニック行こうやってなったときに彼が言うんですよコンビニで弁当買うていくんじゃない味気ないからね俺、できたら君の作る手作りの弁当を食いたいなって言われたら女性陣どうあら 試してるあなたって思えへん言うてこの人私のこと試してるかなってじゃあねびっくりするような弁当を作って持ってったろうかってその代わりにのげぞらすよって思えへんって多分家の中にある いくつかの弁当箱の中で最高に見栄えのえ弁当箱をチョイスしてねおかずどうするやっぱ定番の卵焼きは絶対いるわなとさけどもしかして普通に焼く卵焼きよりもネギ入れた方がええんちゃうかとかねもし彼氏ネギ嫌いやったらどうしようかなって卵焼きにネギ入れるか入れへんかだけでも悩まん言うて。 ね、砂糖よけ入れてちょっと甘いめの卵焼きした方が美味しいかなせやけど卵、ね、砂糖入れすぎるとすぐ焦げるしほなちょっと砂糖削ったら何味気ないしどこが絶妙に一番ええとこかって気付いたら私さっきから卵焼き何個焼いてんのやろみたいなね。 でちょっとはおかずの中にお袋の味的煮物とか入ってた方が彼ちょっとびっくりするかなと思ってほな煮豆でも入れたのかでも豆なん炊いたことあれへんし言うたら家で半分寝たきりになってるばあさん叩き起こしててもねばあちゃん頼むからこの大豆煮るん教えてえな言うてたかが20粒の大豆煮てこの銀色のギザギザのあれ入れるためだけに大,の大豆煮やんかなって自分の弁当やったらね 前の晩の残りもん詰めといて翌日学校持ってくのにね前の晩の残りもんでええと思うねんなってで見,か見た目も悪かったりバランス悪うてもちょっと人に見られたくない時弁当の蓋立てながら食べときゃええやんってそれけどウインナー一つも自分の弁当なら炒めて掘り込んどきゃええけど好きな彼のためならタコ中に切らんって。 面玉なんかごまかなんかで麺玉刺さんかねみたいななんかゆかりのふりかけなんかハートマークでふっとったろかとかねでも弁当作り終わって時計見たら夜中2時半でもその2時半疲れてるかなってその時の2時半の時疲れてるってけどね 多分すごい明日のお昼ご飯待ち遠しいな思いながらなんか弁当包まへんかなってでピクニック行っていよいよお昼ってなった時彼が蓋開けて見た目で驚いて一口食うて「お前すごいなめっちゃうまいなこの弁当」言ってえらい喜んでくれってそその時みんな女の子嘘つくやろこんなん手抜き手抜きとかで嘘つくやろ言ってほんまゆべ2時半までかかってんのに手抜きでこんなんちょ,ちょいのちょいやってみたいなこと言うて嘘言うやん言ってさあけどね 人のために頑張るなんかって言ったらそんなん人のためより自分のためさって普通は思うか知らんけど実は自分のために作る弁当よりもね好きな人のために作る弁当の方が人間は絶対エネルギー出すよってじゃあ僕は仕事をするっていうのをそういう感覚で教わったんですよって。だから お客さんから何か頼まれたり目上の上司から何か言われた時よっしゃあの弁当を作る気持ちで今からやったろか思いながら仕事してたら絶対喜んでもらえるそしたら必ずお客さんや周りのみんなからなんかね他の誰かではあかんわお前やなかったらいかんねんとかねやっぱお前のその気持ちが俺好きやからいやお前やなきゃお前じゃなきゃ言われてるうち 僕は周りの他人様から役割を頂戴するような人生になってしまったんです。なんでなんかね人を喜ばせるってことはなんかそんな難しいことじゃなくてですねなんか自分の体がこう反応するように反応するようになんか自分でちょっと暗じかけながら僕はなんか生きてきてでそれをそれぞれ高校生のみんなも中にはエステティシャンになりたい人もおったり美容師さんになりたい人もおったりねいろいろやと思うどんな会社入ったってやっぱり最初の頃は。 ねえだいたい雑用から始まって「あれせえこれせえ」言われる時にねなんか「はーい」言いながらやるよりは「よしびっくりさせたのか」思いながらねやってみてよってね何からスタートするとかあんま関係なくなるかもしれへんで言うてですねよう話するとそのスリッパ投げてくる連中がね これは分かりやすい話だみたいな感じで俺頭はいまいちだけど体を動かすの結構得やしなみたいな感じで、まあ、食いついてきてくれたりしながらこうなるべく光を当てれたらなでそんな風に彼らがこう輝きを放ち出すとです、ね、なんかやってる僕はもっとこう元気が出てきてですね なんか輝かしたいなと思って話すと今度向こうが輝いてくれ始めると僕が元気もらってしまってでですねで校長室なんかに、えー、下がっていった後も校長室へもうたくさんの子たちが来てくれてですね俺、ほんま今日ビンビン来ましたとか言うてねこんなとさか頭でやってきたりしますわさけどなんか今までずっとあんま大人にな,んかなりたいと思えへんかったとかね大人になったしんどいことばっかりは思ってたのになんかね 朝90分で、俺、ここめっちゃ今集まってなぁいうてね、興奮冷めやらんような高校生の子たちに来てもらうと、本当に、あ僕は明日も頑張ろう、これがまさになんか出会いを通して、照らし、照らされってしてる、そういうことなんやなって思いつつ、ですね毎日まあ楽しまさせてもらいながらあの生きてるんですけど、けど、根っこのところはやっぱりその師匠に教わった人に喜んでもらうことやと。 でやっぱりその時初めてこう絆ができてくるんですよねでまあちょっと言いかけてたから言うと2つ3つ目は「できない理由」を言うなっていうのはこれはまあ僕が若い時は僕できない理由ばっかり言うてた人間でですね師匠から一つ何か言われると「いやでも俺はこうやもんいやでも時間がなくていやでもこうですしああですし」こう言うと師匠に「お前はできない理由を説明させたら天才的や」ってこうよう言われてですね このデモでも聖人言ってあだ名までつけられてですね,ねだけど逆に考えたらですねそれは誰しも僕できない理由って言うと思うんですよねいやそうは言うてもでもああこうやんでもああやんってこう出た時に僕捉え方一つで出てしまったこと悪いとかって思わず出てしまったっちゅうことはですね自分はうまくいかん理由を知っているっていうことですよね これれややかかららででききへへん、あれやからできへんあ夜の、ね、居酒屋さんなんか行くと結構デモデモ会議で盛り上がってる方よくご覧になりませんかねな,んかなるべくあの値段の安い大衆居酒屋にちょっとポイント絞って一度夕方6時ぐらいから行ってみてくださいで男性が大体45人みたいなところでね腕まくりしながら喋ってるようなテーブルがあったらそばに行ってちょっとこうそば耳そば立てて聞いてみていただくとテーブルバラバラ、ね、会社もバラバラ業界もバラバラですけど だけど交わしてる会話の内容をほとんどでもでも会議ですよ。いや部長あない言うけどお前この不景気に行こうやんけなあなあなあってあこいつも言うてるこいつも言うてるこいつも言うてるほな俺も言うててまあいいかみたいな世界ですよね。でみんなで言うてたらまあええやんみたいな感じで,でみんなで愚痴言おうって何やちょっとすっきりしたね言うて酒飲んで家帰っても翌日の人生変わんないですよね。だけど師匠にその焼き鳥屋でああの居酒屋でな みんんななうまくいかないかか理由っってるんやってるやだけどもしこのデモにこそをつけたらああだって俺のいる場所は田舎町だからじゃなくてですね田舎町だからこそ大都会にできへん何かができるんちゃうかとかねいやでも俺ら若いしなあ言うた時にいやいやいや若いからこそね年いったお茶なにできへんこと俺らになんかできるんちゃうかって言い始めたらそっから。 こう希望の話が出てくるんですよねで,でもこそに変えて今できることを探し合おうや今できることを動き出して見やへんか誰かの笑顔のためにって言って動くんですよねでもこれが気づ付いたら小学生でもできる簡単なことでこれはですねもう僕は自分がこのいわばね自分に、えー、やっぱり自分のためか他人を喜ばすためか僕はまあ最初に他人を喜ばすことお前の中の 矢印ベクトルをね自分に向けるんじゃなしにさっき他人に向けることなんやってそれは、ね、例えばこれも分かりやすい話一つとこの蔦屋さんのこの DVD の中のシリーズにあのディズニーランドに過去ね働いて、えー、社会人として大事なことは大切なことはディズニーランドで全部教わったっていうあのベストセラーの本書いてる香取貴信君っているんですけど香取君、まあ、僕仲良くてですね ある時結構25歳ぐらいのバリバリのこう営業マンっていう感じのですねでも結構こうなんかあの無呼吸も強そうな感じでですねでその人がなんか ね会社に100名か150名か分かんないですけど結構たくさんの営業マンの人たちがいる中で香取さん、僕ね、5年後にはね絶対我が社でナンバーワンの営業マンになりたいんですよトップセールスマンになりたいんですよってね話、鼻息粉鼻膨らましながら言うてました、それでねなんかええアドバイスないですかねって言った時この香取君が見事なアドバイスしたんです。 僕、横で聞いてて思わず拍手したんですけど香取君ね、本当に涼しい顔して、え、おお、あるから教えたるわって、君に直属の上司おるやろって、すぐ上に上司おるやろって、その直属の上司、3年後にナンバーワンにしてみって言ったんです、ほな、その2年後に君の順番回ってくるわって、世の中、そんなもんやでって。 今のあなたの鼻息、こうブーブー言いながら俺が、俺が、俺がって言ってる俺が、俺がの話しかせえへん人の応援なんかね言うて悪いけど誰もせんわってさけどね、自分が世話になってる人をとにかく輝かそう自分世話になってるこの人に先輝いてもらおう思いながら先輩のために一生懸命動いたあなたのことを今度、下の後輩がほっとかへんなるわってね、先人なんよっていう話でした。 僕自分が師匠から教わったことが本当にその身近な話の中に全部詰まっているような気がしましてですねその通りやろうなと思ったんです。で僕ね香取君のその話にもあるようにまずこうベクトルかななのであのそれこそねさっきちょっと僕坂本龍馬好きでで龍馬伝の話ちょっとしましたけどあのなんかな。あの 見られてましたかね皆さんもねあの龍馬伝って僕はもう毎週泣いてたんですけどあの最後の最終回から遡ることを2つ目ぐらいか3つ目ぐらいかちょっと覚えないんですけどなんか何せ後半戦あたりの時にあの岩崎弥太郎さんがですね岩崎弥太郎が海援隊のところ来てですねなんかちょっとこんな。 はしご上がった2階みたいなところに「沢村総の城って言ってね龍馬さんと一緒に脱藩した人ですけど沢村総の城にその龍馬はおるかっちゅうことをこう尋ねにやってこられるシーンがあるんですけどでそこで「龍馬おるかっちゅう話になったらいや龍馬はここであの京都の方出かけてておれへん」っていうような話で「何や!」言って八太郎はイライラ怒るんですよ。でねそしたらその沢村総の城がちょっとニコニコ余裕の笑顔で八太郎に聞くんですよね。お前は その今ちょうど長崎で土佐商会とかって言って土佐藩のいろんな商売のこと責任持ってねやらさせられてた時ですけどおまんは何のために仕事をしゆうがみたいにこう尋ねた時に彌太郎はあのそこでね「はあ」って言いながらね「そんなもんお前日本一の大金持ちになるために決まっとろうが」ってこうって言うんですよねいかにも彌太郎らしいあのドラマのキャラクターらしいセリフを吐きます。その後に おそうかとじゃあ今度彌太郎が上にいる沢村宗の城にですね「奈良をまんらは何のために海援隊の大使をしゆうがよ」ってこう言った時その上にいる沢村宗の城がにっこり笑いながら「わしらはの龍馬のためにやりゆうがよ」って「あの男は本当に日本中を笑顔にしたいそう思って命を懸けてやりゆうがよ」って「わしはあの男がほっとけんでの」って言いながら「誰かのために」を先に出したんですよね。 で僕はあのシーンでもう涙ジじゅわって出たんですけどちょっとマニアックなとこやからあまり気づかんまま流れてきそうなシーンだったんですけど僕はあそこでもうとにかく涙がぶわって溢れたんですあ,あ,あのころ岩崎弥太郎は,太郎はやってもやっても失敗ばっかりだったんですやってもやっても失敗ばっかりだったんですよねそれはこう自分の方にベクトルを向いとったからやと思うんです。だけどある瞬間からきっと八太郎は その龍馬や海援大使やいろんな人たちと接する中であそうかって気づいた瞬間がきっとあられたんやと思うんですよねじゃあ三菱っていうもののあの三菱のね元祖を作る時日本の三菱をってやっぱり思って作られた瞬間からたくさんのものを多分引き寄せ始めて気づいたらほんまの日本一のねお金持ちになられたんじゃないかなと思うとですねなんか自分の中のこのベクトルの方向ですかね これが僕はやっぱ絆作りで一番大切かなそう思うとう僕ついこの間もあったんですけど、あのーまあ、全国に結構友達がいるんでですね、まあ、47都道府県ももう旅ばっかりしてますからですねいろいろ友達いるんですけどその福岡にも1人友達いてですねその友達がこの間 ふみちゃんって電話してきてですね「ふみちゃんちょっとな頼みあんねん」って電話してきたもんですからね頼みあんねんって言った瞬間「よっしゃ引き受けたで」ってこう言ったんです僕はさあもう0.2秒よりちょっと早いですかね「よっしゃ引き受けた」って言ったらその僕の友人は「お前何やまだ言うてへんがな」っていうのに「何言うてんのあんたの頼み俺が断るわけないやろうよ」よって「引き受けるに決まってんがなそんな仲やんけ俺ら」ってこうやって言った瞬間彼は「 ごめんふみちゃん。俺もっとどん詰まりになってからお前に言うようにするわ。ちょっともう言わんとこ、かっこ悪いから言うて結局何も言わずに電話切ってたんです。この時僕、すごい絆を感じたんです。なんかね、頼り合ってる中が絆じゃないですよね。頼り合ってたらいつまでたっても他人に依存、他人に依存ってなっていくかもしれんす。すやけどね、期間内から返事する、期間内から引き受けたるみたいなことを相手に向かってしたとき、相手は、 お前のその心構えそのお前の受け止め方俺簡単にお前に物の頼もうとしてた自分がなんかかっこ悪いからねちょごめん言うのやめるわ言うて電話聞いてたんですでそれきりその後そのことについて僕には電話してこないんですだけどこの人は僕の福岡の友人は一人でそのものに立ち向かって一人でそのものを解決してそしてあの時のことを結局何やったんって後ほど聞いたらん何も何もって絶対言わないですもんね 絶対言わないですでもその時に無言の絆ができたなって思いましたなんで逆に「ふみちゃんあんたなんか困ったことあったら誰にも言わんと俺に一番に言うてきてくれよ誰にも言うなよ俺に一番に言うてきてくれよ」って。 こう言い合えるんですよねだって人間って僕はあの人脈と人望ってちょっと違うかなと少し自分ではですねなんとなく思ってるんですけどこう名刺交換をいっぱいして名刺ファイルを何冊も作ったら俺こんなに人脈あんねんっておっしゃる方いらっしゃいますけどでもうまいこと言ってる時はねなんか誰しも人をこう寄せ集めると思うんですうまいこと言ってる人にはなんかみんなこうついてくるかなってしたけど人間の値打ちってやっぱりこう。 下ってきたときた時にどんだけ人肌のいで人が集まってくれるかっていうときにその人が今までどんな人間とどんなふうな関わり方をしてきたかっていうものの答えが出るんちゃうかなってお前こうなり始めたときになんで俺に打てこんかったんやって言ってですね集まってきてくれる人の数やその集まってきてくれる人のその雰囲気ですよね。でその時にあ,あ 僕は今までたくさんの人にこうやってきたことの一つの成果がそうやって下りかけた時に出たりもしくはお亡くなりになった時、ね、死にざまにそういうのって現れるんちゃうかな,なんかねあのー、僕はこうなんか人のお葬式に行くと本当にその人の生きざまが死にざまに出てるよなっていつも思うんですよね。 何をやってたかとかいくら稼いだかとかっていうよりあ人のためにどんだけ生きた人なんやなってあのなんやろなんかよくあるね葬式 ね、お越しいただく人の数はたくさんいらっしゃって、さけど線香をあげて、手合わせて、で香を置いて、この名前書きはったら、もう10分も葬式会場にいられずに、あちょっと用事ありますんで、すません、ようて、さっさかさっさか人を書いていく人の方が圧倒的に多い葬式って、確かに私、会社代表してきましたからね、いう証拠だけ残したら、さっさと書いていきますよね。けど、本当につながりを持ってた人たちは、もう顔家の周りでどんなに命を惜しんで涙流して泣くかですよ。 なんで僕死にざまに生きざまが見なでとうなその死にざまに、ね、生きざまの、ね、生き出る途中に絆をどれだけ作りようたかっていうそれの答えがそのお葬式に出ててそして誰にその状況が一番相続されるかっていうとその人の子供さんたちやと思うんです息子さんや娘さんがうちの父ちゃんやってた仕事はこんなんやこんなんやさやけどうちの父ちゃんその仕事通じてこんなに。 素晴らしい皆さんに死んでなお心の中に生き続けるようなつながりもってうちのお父ちゃん生きててんやなっていうですねなんかこの仕事をする姿勢である人付き合いをする姿勢であるそういうほんまに残された子どもさんやお孫さんたちがですねなんか一生のお手本になるようなものを残して亡くなっていかれるっていうのがなんか死にざまかな。だって人は来るけど みみんなそっっと帰ってくみたいなですねただ結局残された息子さんやお孫さんたち人は来るけどこんなもんなんやこんなもんなんやってそう思った時なんか。 うーちょっと残念な思いしそうな気がするんですよねなんで僕は財産とかそういうものを残すこととかよりもやっぱり生きてるうちにやっぱり人を信じてどんだけ喜んでもらうことをするかっていうのを仕事の中でプライベートの時間の中でなんかたくさんやることがすごい僕大事なことのような気がしてですねけど僕はまあたまたまですけど頼まれるうちに具体的にですね、まあ、この講演だって頼まれたからこれやりだしただけでですね 講演会になるつもりなかったんですけども頼まれてそ、ね、その時あの僕はそんな大阪のバリバリの経営者の前で講演なんてそんな無理ですやったこともあれへんしそんな無理でしょ恥ずかしい受そんなへんかったらどうするんですか言ってたんです最初そけどその時に師匠の顔ボンって思い浮かんだんです。 頼まれごとは試されことやったと思ってですね、できへんことは頼まれへん言うてたかなと思ってですね、で僕はとっさに言うてた、やったこともない、恥ずかしい、緊張する、これ全部できない理由やと思って、言うた言葉撤回しまして、すみません、ごちゃごちゃ言いましたけど、せっかく僕を見込んで言うてくれはったんやったら、引き受けますわ言っ、言うて、もし受けへんかったら、手ついて謝ります、言うて、命まで取られんですよねって言いながら、40人の経営者の方の前で話したんが、僕の講演の始まりなんです。 た意外に受けてカセットテープ取られててその取られてた録音されてたカセットテープが40人にダビングされて手渡されたところから広がったんです。 で皆さんあちこち勝手に僕の著作権なんか気にもなさらずどんどんダッフィングしてですねまえねえねえでバンバン広がっていくこのテープを聞いた皆さん方がものすごく遠慮もなく僕に電話くださるんですだって中村さん公演に来てほしいんですお会いしたことも何もないですけどもだけど中村さんテープの中で何べんもおっしゃってましたね頼まれごとは試されごと言うてね私からの頼まれごと断れないでしょって言うてねみんなすごい気安す頼んできてくれるからまあそれ言われるとちょっと僕もねって言ってほな行きますさ言うて。 話しに行くだ言ったら言ったでそこでまた広がりつながりできるそれでそれをたどっていくうちに気ぃ付いたら初年度10箇所翌年30翌年80翌年170翌年270翌年勘定したら312箇所だったんです僕の人生はいつから変わったのって振り返ったら横に振ってた首縦に振っただけなんですほんの小さな日常会話の中で横に振っててそんな僕には無理ですよって言ってたやつをいや やっっててみますす言っただけなんですよねでこんな学歴も必要あれへんし資格も何も必要あれへんですよね喜んでもらおうせっかく何か言うてくれてるんやからちょっとやってみようと思っただけなんですよねでそんなんになんか僕は下手すると日常の人との関わりの中にいくらでもチャンスがあるんじゃないかないくらでも自分がまたねこうお役に立てれるシーンが出てくるんちゃうかなっていうことをまあ高校生何かも言うんですけど。けど 僕その高安日本っていうんですね今はこう師匠に教えられてやっぱり稼げとで事業家になって稼げとだけど稼いだお金の出口が問題やえっていつも言われたからですね稼いで稼いでねえー、服買うてえー、車乗ってねええうち建ててもねお前一人喜んでるだけやろってだからほんまもんのな事業家はないっぱい稼いでな世の中のために。 喜んでもらうことに使うことやぞってそのお金の出口がその人の値打ちを見せるよなって物こうて物こうて誰かと比べて喜んでたって知れてるがなってそれよりもなんか世の中のためにで僕はまあ微力ですけどもじゃあそんな農業をやってなんかこう大地を耕し命を作りっていうそんなんやってみたいなだけど僕これやりだしてですねすごい思ったのはあの何て言うんですかねあの。 ね、NHK とか全国放送出てみんなをこう光らせたいなと思ってでそれを見たみんながまたね 俺もやろうとかってね思うような人増えたらなだけど僕いつも自分が若い時からなんか新しいことにチャレンジするときは必ず周りの皆さんからあの否定的ナイスアドバイス3点セットっていうのを必ずあのギフトとしていつもプレゼントされるんですねで僕はこんなことをやるって話をすると必ず言われるんです今度独立するんですとかね今度僕こんなことにチャレンジしますって言うと周りの皆さんが3点セット1つ目絶対無理って言ってきますわ 2つ目「お前にできるわけがない」ってこう言ってきますとどめ3発目「世の中をなめるな」この3点セットですね何かやろう思ったら絶対無理「お前にできるわけがない世の中をなめるな」ですけど僕農業を始めた時も引きこもりとにと連れてですねいやみんな農業やったことがないさけど化学肥料も使わんで、ね、農薬も使わずになんかね食べるものが。 本当に今大事なんちゃうかなってわけのわからん病気もいっぱい今日本中で世界一の長寿国やけど世界一の病気国家みたいになってしまってるってそれがなんか食べ物に何かあるかもしれんかなと思うと僕は本当に自然のものに戻していきたいしやったことないけどチャレンジしていきたいいっぱい失敗するけどチャレンジしていきたい言うてですねそう言ってね北海道の農家さんたちにだから僕らに農業のことを教えてくださいってお願いに行ったら予定通りボロクソ言われたんです。 ボロクソ農業なめるなお前らにできるわけがない引きこもりに何ができるねアホかお前ってね約15分間ボロクソ言われたんです、えっと、僕最初からボロクソ言われるの分かってたんで三脚立ててビデオカメラセットしてボロクソ言っていただく農家さんを全て撮影してあるんですね。なぜかかかりますかねこの感覚 なぜ撮影したかっていうと僕たちが NHK に出た時にですね「情熱大陸」とか「夢の扉」とかああいう番組に出た時オープニングでその映像から流してみたいんです僕たちのスタートはここからスタートしました言うてこんだけ絶対無理言われるところからスタートしたんですけど今耕している農地を見てみてくださいこの仕事をしてこんだけの広さの農業を作ってきたのは手首を切ってた引きこもりたちなんですよってね 彼らが無能なんか誰がそう思いますかってやってみてくださいこんだけの農地をって東京ドームが今シーズンも軽く7つぐらい入る広さの農地耕して豚何匹も買うって米は作るわトウモロコシからカボチャからねいろんなもんもう最近は加工品までいろいろ作ってですねもうすごいんですよで2トン3トンっていう米作るとねもうザクザク手突っ込んですげえな俺らすげえな俺らもう。 なんか彼らは言うんですよ、俺ら、引きこもっているときずっと不安やった人のできることが自分にできへんそれがずっと不安やったって僕は普通の会社で働けへん人間関係うまいこといかんで不安やった僕の今まだ都会で残ってる友達らもね、みんな不安がってる、ね、嫌な仕事やけど嫌な先輩おっても辞められへんもし辞めてしもたら次の仕事見つかるかどうか不安やしみんな不安や不安やって言う。けど、 中村さん不安取り除く一番の方法は空門作ることですねってこと言うんですだってこんなに米作る技術が僕にはあるこんなに食べるもの作れる技術が僕にはある贅沢さ言わんかったら僕は一生 食いっぱぐれなく生きき続けるることができる温暖化進んでそして南から南からいろんなウイルスがいろんなことが起こるかもしれんいやでもあの頃言ってたように今鳥インフルエンザとか肯定液とかいろんな想像もせんかったもんいっぱいまでできてますよねじゃあ北の大地は本当に日本の食糧倉庫にならなあかん札幌のアスファルトめくってでも北海道っていう場所はね農業する場所にしてかなあかんみたいなことを彼ら言ってたんです。 でそんなん言ってるシーンも全部映像残ってるんですよね。そうでだから彼らの中に何のために俺たちは仕事をしてるんだっていうなんか座標軸みたいなもんができてきたんですそうなったら人間は強いですよねもうねよし行くぞっつってこう行くんですよねだけど僕彼らの心のこうスイッチ入れてあげたいなって思ってすっごく考えてで周りの皆さんからはなんかね何て言うんですか 心理カウンセラーみたいな人とかね心のケアできる人とかそういう人がおらへんかったらねそら無理やろってお前そら心弱いんやから無理やろみんな心理カウンセラーとかって言うんですけどね違うよって言って僕言うたんですよ、ね、僕そんなあ、ね、若い頃預,預かって、ね、ほいでほな1年預かりました何事も問題も事故もなく過ごせましたってことをやりたかったわけじゃないんですよね彼らがたくましくなることをやりたかったんです。 たくましくしていきたいのにね、しょっちゅうしょっちゅう、君、え、大丈夫かいで、今、ちょっと悩みやないかいなんか言うてね、しょっちゅうしょっちゅうなんか手差し伸べて、なんか悩んでないかいとか、行き詰まってないかいとか言って、しょっちゅう聞かれたら、いや、実は僕今こうで、今、実は僕はこうでって、いつもいつもなんか弱音吐いてもいいんだって思ったら、結局、1年おったって、何も変わらんような気がしてですね、だけど、僕は彼らは指示とか命令とかって、ああいうものを非常に嫌う。 汗、昴生言われると反発するっていうのも分かってたんでじゃあ、言葉のいらない世界で彼らの心に火をつけられることなんかできへんかなと思ってでですねそれで僕が企んでやったことはですねあの実はまあ大分県にいる僕のもう大の仲良しでですねすごくお世話になってるんですけど、まあ、まりちゃんっていうあの女の人がいましてこの人はあの生まれながらの柔道身体障害者。 先天性脳性麻痺です先天性脳性脳麻痺という病気でこのように生まれて来られた方なんであの本当にこう,う言葉はまあほとんど話せませんで何を言ってるかはちょっとあんま聞き取れないですで手とかももう指とかほとんどが全部曲がっててこれがこう伸びることもないんですでもそのまりちゃんが本当はね生まれて子どもの頃に二十歳まで生きる確率はゼロパーセントって言われてた人なんですけどさけど 意外や意外もう今50を超えてるまり、あ、ちゃんっていうからすごい若い人みたいに想像するかもしれませんけど、えー、もう50ちょっと超えてる人なんですで年言うと怒られるでまたこれ蔦屋さんで並ぶやつで言うてもうたなって感じなんですけどまあまああとでまりちゃんにちょっとりんごでも送って謝っときますけどですけどあのー、なんでまりちゃんの体に奇跡起こったかっつったらやっぱまりちゃんのお母さんが、あのー、すごい食べるものっていうのにすごい。 気を使ってもうマリコは生まれながらの病気やから薬を飲んで治るわけじゃないじゃあこの小さな体から大きな体に成長する間は食べるものが体を作っていくわけやからだからそんな農薬の使われていないような添加物の入っていないようなそんで物を冷凍するとかっていうような不自然なことをするんじゃなくてね本当に旬のいいものをこの子にはどんどん食べさせながらこの子の体の中に奇跡を起こそうってそう思ってお母さん育ててこられたそれの成果ですよね。 マリちゃん50ちょっと超えてますけど元気ですよでいっつも笑ってるんですでいっつも笑っててで料理の天才なんですもう僕ね神様がおんのかなと思うんですけどまり、あ、ちゃんの体の中のいろんな自由は奪われた状態で生まれてきてますけどもでも誰にもないすごいものを与えてるんです舌ですベロ舌のね味覚ですね僕はマリちゃんに あの美味しいもん食べに行くの好きな人なんでたまにお礼方々ですね「まりちゃん美味しいもん食べに行こう」って食べに連れて行くんですそうするとね喜んで食べるんですだけどこの人ね翌日同じもん作るんです中村さん昨日と同じやと思わへんって言ってねだけどもう一個こっちも食べてみてもっと美味しいやろって <laughs> ほんまに意地っぱりやなあんたって感じなんですよね僕が何かを食べに連れて行くと翌日それと同じメニューでさらにおいしいものを必ず作っていきますもんね で食べただけで分かるんですでこの曲がってる指の間に包丁を挟んでこうして料理を作りますよでそのとにかくあちらこちらにはいろんなものをふっちらかしてしまいますしそら普通の女性に比べたら3倍も4倍も時間はかかりますけどもさけどまりちゃんはですねあのふっちらかしますけどねさけど料理がうまいですそしたらねそうやって朝食一つ作るのも夜中3時や4時から起きて。 みんな今シーズンなんか16人も若い子来てましたからその子たちのご飯一食作る飯炊くだけでも相当な量ですでそれでご飯おかず全部一人で作るんですさけどやがて例えばペットボトルの蓋すらまりちゃん開けられなかったりであの醤油なんかの新品のやつとかやったらなんか蓋開けたろなキャッププルトップみたいなペコリって外され背中あんなできへんのですよねでそんなんを一緒に暮らしている彼らがちゃんと見るようになるんですよね マリちゃんなんんななかか不自由せえへんかな夜中に1人で起きてなんか仕込みしている間に俺らのこと絶対よう起こさへんからそれでなんか困ったりせえへんかなっていうふうなことを気遣うようになったらそしたら彼らが「まりちゃんのためにまりちゃんのために」めにって言葉のいらない世界ですよ先回り先回りしてなんかやれることないかななんかやれることないかなってこう気遣い始めるんです。でそんな風にしてて作ってくれた料理 家では例えばねお母さんの作ったお料理やったらあれが嫌いじゃこれが嫌いじゃ言うてね今は腹減ってへが食いとうないとかね好き嫌いやの食べ残しやのもいろいろしてたと思うそんな彼らがね綺麗に食べるんですほんでその使ったお茶碗もお皿もお箸も全部洗うんですで 自分たちで全部洗ってそれでいつの間にやら自分らがやっぱ食べるものを作ってきますでしょそして豚なんかも小豚から育てて大きい豚まで自分らで育ててそれを土殺へ持っていく時なんかもうほんま涙涙なんですよもう,う名前までつけて育ててますからだからもうなんかト軽トラ積んで持っていく時なんかはもうドーナドーナドーナみたいな感じなんですよねだけどね一番いいお肉のところはソーセージにして販売しますだけど あの体を支えてた豚足とかねこの足をゴミみたいに捨てられへんってそれ全部つけ込んで炭火焼きして焼いて食べてねなんかウォークマンっていうからこんななんか iPod みたいなの聞きながらも最近すごいですよあの 豚の豚足の爪一つめくるんも最初の頃はなかなか加藤ってあれめくれんかったんがもう最近歌を歌いながらもうプリプリみたいにしてねもう慣れるとすごいな君らみたいな感じでですねで内臓からこのほっぺの肉からんから命やから命やからって言って全部食べるんです全部それをいただきますで初めて「いただきます」の意味が分かったそってそ彼らは「いただきます」の時にね天地一切の恵みを私たちはいただき これを作った皆さんに心から感謝を込めていただきますとかって言ってそんな合唱をね口に出してで終わった後ごちそうさまの前にはこの命をいただき今度自分が命を輝かす順番がやってきましたごちそうさまでしたって言いながらみんなそろって正座しながらいただきますして正座してごちそうさましてですねさあ命を輝かすぞって言いながらこうやるんですよね。その彼らが変わっっていく途中に指示命令は何一つなかったんです マリちゃんっていう一人のね先天性脳性麻痺の女性が言葉も使わずに十数名のみんなの心に火を入れていくんですよねで,でもそれはキーワードは人を輝かすことなんですよこの人のためにできることは何かなこの人のためにできることは何かなっていうのを自然の中に 思わず無意識のうちに人のためを考えざるを得なくなるようなまあ仕組みをなんか僕ら自分らで考えてですねやっていくうちにこう彼らが目覚めてでそんな彼らがこううまあ2年生で2年目来るとか3年目来るとかやがては自分があの新規就農者としてですね農業やっていこうみたいにしてですねもう自分で独立して農業をや,ってり,やりだした子たちも何人もいてその子たちが今度はあの地域地域で。 引きこもりさん誘ってねほいでまたこの農業をやりだしたりとかってミニ高安日本みたいなのがこの今日本で広がって今全国で広がりつつあるんでそれがまたね楽しみで,でまたみんないろいろ考えるんで笑かしながらやろう笑かしながら楽しみながらやろう楽しみながらやろうってだから僕らはね何でもそうなんですやっぱりね楽しまんかったらあかんのです笑いながらせんかったら続けへんから例えばですよよう聞かれるんですけどねそんな引きこもりさんどうやって集めてくるんですかってよう言われるんです。 いやこれはまあねこういう公園とかで行ったりしてこんな話するから友達に連れられてきたりする人とかがこうおったりするんですけどせやけど僕、その引きこもりさんたちにあのよく言うのは来いよ、北海道へって来てみてさやってみてあかんかったら帰ったらええがなって話すんですそうするとねみんなねじゃあ行ってみようかなってなるんですけどでもね親のお金もろって飛行機乗ってくるんやったらやめときやってほんまに来たかったらね自分のお金で来てほしいわって。 でも僕お金ないし言うたらじゃあな内職してからおいでや。内職君に一つ与えるわ。僕引きこもりさん言うたら家にいるだけどねなんでせめてこんなバイトできんかせめてこんなバイトぐらいできへんか言うて親は自分の息子にせめてこんなことぐらいできんかって言いながら責めるんですよね。僕は引きこもりたかったら引きこもっときいなってでも引きこもりながらやってほしいことあんねんって言ってね彼らにやってもらうのがこうやって。あの 僕ら前橋運動みたいなこととかやってるんであの割り箸割らずに前橋持つ大人が増えたらなってでそんな外食のシーンで大人たちがこの割り箸割らずに前橋使うみたいなのをこう子どもらに見せていったりしてね環境のことや将来のことをみんな意識づくようなことがわーって広がったらってもう何年も前からこの前橋前橋ってやってるんですでこの箸包むこの袋をね引きこもりながらこれ塗っていただいてるんですよね。 ここれ引ききもりながらできるでるしょあのお母さんのミシン借りて、ね、あんでこの箸袋の作り方 DVD とかを送って差し上げてで最初は布団の歯切れ生地みたいなのを段ボール入れてでこうやってこうやって紐付つけてビーズつけてこうやってこうやってひっくり返してこうやってテレビ見ながらこれなら俺でもできるかなっていうのを300400500って枚数作ると結構な内職費用になってでそのお金でお金の出口じゃないですけどもの交点も自己満足やけど。 自分のことを変えたいためにチケット買うて北海道経えへんか自分で稼いだ金やろってなった時にはもう小さなスイッチ入ってるんですよねもう自分で動いて稼いだ金でくるからでこんなものをねなんか僕が講演会場なんかでも持っていっちゃう前橋持ちませんかってそうやってよう話しするんですけどそしたらだん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 一旦最初の頃よう売れてたんよう売ってなんか使ってくれる人も増えてたんですけどやがて。 あんまりこうみんな持ってくれる人が多くなったりとか,です、ね、なんか今更えいこかいみたいな感じになっていたりしてで、まあ、もしこの中でもお持ちいただける方いたらですねこんなん別に僕らのやつを買ってもらわなくてもハンカチ包んでもなんか箸箱入れてでもいいでしょうけど願がわくば前箸持たれるならばこうやって僕でで最,最低ぐらい持ってるんですでこれ自分で使う前箸以外は岩箸って言いましてね。なんか 友達割りそうになったら「ちょ待ってこれ貸したるがなって貸してあげるようなお箸を余分にあの押し付けるようなやつをこう持っておくんです。で前箸と岩箸セットにしてそとね最近よくあるのが僕らがこうご飯出てきて前箸出すと、ね「うわ出た前箸や!」とか言われるんです「出たエコ?」とか言われてね「お前そんな顔で、ね、エコかい!」とか言われてねちょっと小バカにされることがよくあるんでねこの小バカにされるのをなんか笑いに変えれんかなと思って僕らが見つけたのがね 俺ら実はな前足だけやなしにマイホークも持っとんねん言うてねホーク出すとねなんでホークやってみんなに言われるいやでもこれ便利なこと大勢でご飯食べてるときなあっちのポテトサラダも魅力的やしこっちの唐揚げもうまそうやしそやけど大皿ごと取ってもらうん悪いなと思うときこのホークな伸びんねんなこうやってな言うて。 ずうするとこう、唐揚げも取れるわ、ポテトサラダも取れるわで、好きな女の子と向かい合いの席でも食べさせっことができるしね、合コンの時とかもウケるで、みたいなことを話すると、小馬鹿にしてた連中が、このフォーク伸びただけで、おもろいな、それちょっと、俺も欲しいな、ちょっとそれ、なんぼすんねん、それ、言うてね、でまあ、フォークつきでマ前半セット自分が持ち歩くみたいな。笑いってすごいエネルギーがあるんです。あせいこうせい言うてもやらへんのが、笑えるだけでみんな動く。それから 高ね、今どんどん広がってるけどもその中で、えー、この間もね面白いですよ引きこもりが考えてねあの鹿児島でも今小さなミニ高安日本っていうのが始まって、まあ、兵庫の丹波篠山とかね岡山とかねいろんなところで今こうはは広がってるんですけどあのやっぱり鹿児島は芋焼酎のメッカやからねやっぱり芋焼酎作るあそうあいう話になってねやってやってじゃあさつまいも育ててそれでどっかの、ね、焼酎酒,酒,酒造メーカーとかでねこう。 作ってもらって焼酎にしていくその手伝いもさせてもらいながら「高安日本オリジナル芋焼酎作ろう」みたいな話になって「おいええなー」言うてねでこう作ったんですだけど。 実はそれがが出来上がってきてきですねもうじきこれを発売するんですけれども、まあ、発売するいても数知れてるからです、ね、あの多分2 3 0 0 0本しかできへんはずやから多分,多分あっちゅうまいなくなってくかなと思うんですけどけどせっかくやから中村さんに商品名を、ね、命名してほしい言うてで中村さんの筆文字で書いてほしいっていうからですねで僕なりにまたなんか笑かそう思って考えて引きこもり焼酎ね。 2つ、2ブランドを作ったんです、引きこもり焼酎、親泣かせっていうのが1つですね、もう1つがね、引きこもり焼酎、すねかじりっていうところ2つ作ったんです、その下が面白いのがね、あのねあの3年古酒とか5年古酒とか書いてある、それね、3年引きこもり酒とか5年引きこもり酒って、要するにね、畑によって、 あの引きこもり歴1年未満の方はこちらの畑でお願いします引きこもり歴1年以上3年未満の方こちらの畑でお願いしますみたいにしてね引きこもり歴によって畑を分けてあるんですなんで樽熟成は一切させてないんですけど人間が家で熟成してた年数をですねこの表示するようなことにしながらですねそれを表出したらもうどっさどっさ笑ってくれてそれもぜひ欲しいぜひ欲しいって予約バーン来てるんですよね。だから1つのののことやるのにあの 僕らが絶対無理って言われたときに何クソって何クソ魂みたいなんもなんか,かっこいいんですけどいやそれを笑いに変えたろかよしそれをワクワクに変えたろかってそして一緒に僕がそんなね引きこもりさんたちの引きこもり年数をどう書こうかっていうのも僕の思いの一つは過去をですねこんな手首リストカットしたりしてる過去をね僕は彼らにさらけ出してほしいんですよ。僕はこんなに自分を傷つけてな 人間なのに今はこういう風にやられてるんだって僕は過去に起こったいろんな辛い出来事誰しもあると思うんですでもその過去に起こった辛い出来事を言い訳に使うタイプの人いますよね 俺はどうせこうだからダメなんだよ俺はどうこうだからって僕少年院に行ってもいつも言いますわ少年院の子たちにこの少年院出て3年後絶対言うなよ仕事がうまいこといかんかった時どうせ俺は少年やがりだからどうせ俺は少年やがりだからってこの少年院の1年間のことを物,が物事できなかった時の言い訳に使うのはやめろよって。 僕はあの少年院で1年間過ごしたおかげで人の嫌がることを何でもやれるようになったんやあの時学んだことのおかげで自分の人生変わり始めたんやだから自分の人生であの1年間がなければ今はないんだって過去を全部感謝に変えてほしいんやあれのおかげで今があるだから彼らにも このリストカットのおかげで今の自分の中から出た輝きは巡り合えたんやってそれからそれを言い訳に使わず過去をさらけ出してネタにするんですよあれのおかげで,でそうやって過去をネタに過去をネタにで次の自分の過去苦しんでたことと同じことを今現在悩んでいる皆さん方に光を当ててですねでそしてあの人みたいになりたいっていうふうにこう人の輝きをこう導くようなですね なんかあね、そういう人に光を当てるというような生き方ですかでそれが実は巡り巡って回り回って気がついたら皆さんに何か光を当ててもらえる人生になったなっていうふうに彼らが感じるなんか世の中がそんなふうに自分が自分がから人が人がというふうになっていく日本はもともとそうやったと思うんですね日本という国がそうやったと思うんです。でそういうい中で、えー、ずっと 日本のの良さっていうものがが、あったはずが戦後、すごく短い時間で高度成長してです、ねでえー、それは僕らの先輩の皆さんが頑張ってくれたおかげなんでしょうけどだけどの手に入ることが幸せになることなんか冷蔵庫が洗濯機がテレビがっていうなんか物が幸せの対象物だった。そしてなんか今は こうどん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 自分だけが良ければみたいな風潮がなんかあるような気がするんでなんか僕は今こそですねなんか人に光を当ててかっこよく生きてるっていうそんな大人がいっぱい世の中増えてですねでなんかあんな風な 大人になりたいな。生き方がしたいなっていう人をどん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 こう連鎖していくようなですね。そんな風な考え方もかっこいい人が増えてほしいなと思うんで、なんか僕はこれからもずっとこう。講演はやっぱり続けていきながら、また何かの役割に巡り合わさせてもらうかな。っちゅう,うなことをですね。楽しみにしながら、これからもなんか人生楽しみたいなと思っている。そんな人間なんです。なんかもしご覧いただいている皆さんになんか？ ほんの少しのパチッとスイッチが入っていただけたらこんな嬉しいことないなと思って話させてもらいいいいました。た長い時間ごご清聴いただいてありがとうございました。